そういうことか。こんばんは。どうなってんじゃこりゃ。やっほー。あ、メール送ろ。メール送ってなかった。やっほー。だだ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 。なんかハゲてる。ダメだ。やっほー。メール送ってなかった。少々お待ちください。トトトトン。トト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 トン。こんばんは。ありがとう。ルル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 こんばんは、こんばんは、こんばんは。今メールを送ってあります。少々お待ちくださいね。送り終えた。こんにちは。ギャルじゃないぞ。これは髪の毛をね染めまして、イメチェンって言ってもバレバレやけどもね。どうなってるん。もうなんかここがハゲとる。こんばんは。似合ってるでしょ。やほー。ここがやばいことになっとるんです。テロップはパリピー。オッケー。やほー、こんばんは。似合ってるでしょ。めっちゃ似合ってるでしょ。アリサだよ。あ、わかった。ここにさ、ここをさどっかで止めとけばいいんじゃない。あ、どう、ここをさ、よし、こうやって止めとけばいいんだ。気づくの遅っ。オッケーオッケー。どう、これに。ダダーン。ヤッホー、こんにちは。ダダみたいな。あ、いや、なんかあんまり気つけない。よし、オッケー。ピカチュウおじさん、おー、ヤッホー。もう輝いてたよ。一番輝いとったわ。わ。こんばんは。似合ってるでしょ。ダダン。ダンダダン。こちらはですね、そう、超ね、超いい髪の毛をしてるやつです。そう、これをね。しかもここをね、三つ編みしたのですよ。毛が多すぎて。毛の量が多すぎて、ここを三つ編みしたら、なんか、ここだけ外羽になったし。まあ、ここもね、いいんすよね。ギョニーさん、かわいい、ありがとうございます。イェイ。これはね、玉ねぎです。玉ねぎにも見えるでしょ。じゃじゃーん。玉ねぎちゃんだよー。え。似合いすぎてびっくり。めっちゃ似合ってるでしょ。そう、玉ねぎにも見えるし、あとはオーディションの時のあーちゃんにも見える。オーディションの時のあーちゃんはこんぐらいじゃなかった。こんな感じじゃなかった。そう、前髪ができたらこんな感じ。見直しありさ。絶対オーディションの時のあーちゃんやろ、これ。かわいいやろ。イエーイ。あーちゃんになりたくてさ。アバター変えたら、お、ほんまや。イエーイ。さすがにそこは。ほんまに。
あずっさやんけ、やんちや、やんちやねえよ。めっちゃ似合うとるやろ。似合いすぎてびっくり。そう、前髪ができたらこんな感じやね。こんなもんさ、似合ってる。あとショートにしたらこんな感じ。ショート結構似合うね。私アリコメールしたけど、マジマジで。あ、つくできた、チーズドッグできた、良平さん。どっちかで、アニアニーか。 Tomorrow Tomorrow I love you Tomorrow 明日は幸せ。こじってた、アリンこじってた。あー、そういうアンリこじだって見てないと思ったもん。アニアイに似てる。リップ濃くした、チークも濃くしたんだけど全然濃く見えないな、ショールームで見たら。もうちょっと甘かったな今の。わしたおまに見よ、あとで見ようぜ。チーズドッグのスクショのツイートしたけん、ありがとうございます。ありがとうございます。前髪初見なのにぶっといた。結構似合うね前髪。こんぐらいのね、こんぐらいの薄さやね、やっぱり。そう、今量が多いからね、こんぐらいで。しかもこの色も似合うしね、何でもかんでも似合うわ、イエーイ。パリピなる。なんでや、おんまゆ。なるほど、眉毛の上がいいっていい。でもこれで変えれるよ、じゃーん。眉毛ぐらいの長さだとこんぐらい。なんかおかしいな。で、眉毛よりも眉毛が見えるぐらいだとこんぐらい。どう？パパパパパ。かわいい、やった、ありがとうございます。それで水戸夏目さんぐらいだったらこんぐらい。これはやばいな。じゃん、前髪を切りすぎたって感じの長さだったらこんぐらい。こんぐらいやな、やっぱり。あ、ちょっと待って、このリボン。やばいやばい、なんかここがね、このね、ちょんまげにね、前髪を入れてしまってね、そここがね、剥げてるんやね、ここが。トゥルトゥ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 、こんな感じ。水の名前させたよ、普段や。普段は違うよ、違う。なんでやねん。あ、やばい、なんかピンが出てきたぞ。やばいやばい、黒い髪の毛が出てきた。あー、もう危ない危ない、危なすぎる。いやー、アッシュ系ってなんなん、どういうこと、この色、これ。アッシュアッシュミルクティー色、明るすぎ。ハゲてますやろ。ガチ恋やろ。アートアイドス最強でしょ。前髪を切りすぎたま、意外と似合う。意外と似合ってる。あ、灰色なんじゃ、アッシュって。これアッシュじゃない。よし、こんな感じ。スクショタイム OK 丸。ちょっと待って、ってことはもうちょっとなんか外国人の女の子にしよう。どうせならね、どうせなら。とりあえずテレレレレレレ、このリップを使え、あ、待って、これじゃなくてこっちやな。アッシュシュー、これを使ってチュンチュンチュン、これをチークにします。これをね、ポン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 とこう伸ばしたらチークになるよ。
おお、うん、ブルーだからいいね。カラコやったことない、怖い。カラコ視聴率見ました、ありがとうございます。うん、おお、チークが濃くなったんじゃない、いいんじゃないですか。それからこのピンクのキラキラを目のところにつけたかこれでいいや。それでプルプルにして、ドゥルン、はい、完成まあ若干いいよ若干若干。それではスクショタイムスタート。あ、わかった、メガネしとく。じゃあまずスクショ1、ドゥドゥンドゥドゥン、どう、どういうポーズしようかな。ババンスクショ、できましたでしょうか。こんな感じこんな感じ。うい、それではメガネなしバージョン、はい、スクショ、どうしよっかな。イエーイ、指が真っ赤になった、おもろい、びっくりびっくり、イエーイ、指がピンクこっちにしとこ、イエーイ、いけいけ、取れましたでしょうか。うん、ピンク、キョウさん、クマありがとうございます。これはめっちゃ熱いですむっちゃ熱いぞ。いいね、スクショ OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。ポルポル、そう、今日はあゆみ様がね出てまして、見たよ動画見てた。何してんの、としやさん、やっほー、どう似合ってるでしょ。あ、緑川さん、クマありがとうございます。せーので、ほー、クマスペシャルバージョンのクマでお送りしております。クマ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 、ありがとうございます。いや、しかし庄司さん、笑いすぎやろ笑いすぎやろ。あ、眉毛の色、確かに眉毛の色がちょっと違うね。なるほどね、そこまでやらんといけんかった、ちょっと甘かった甘かったわい。バラ祭りヘビルドセンターよかった、ありがとうございます、ありがとうございます。めっちゃ久しぶりにやったよねこれ、なんかちょびっ、もうやったことあったよねこれ。そう、では久しぶりにつけました今来たライナソーやっほー、かわいいでしょ。トゥルントゥルントゥントゥルントゥ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 
雨の袋いる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 欲しいです。前髪似合ってますか？じゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん。違和感ない？嘘。なんでなんでってこっちが聞きたいね。じゃじゃん、違和感ないっすか？あとショート、ショート、ショートも似合うかもしれんね。意外とこの色かもしれん、この色じゃけえかもしれんけど、ショートも意外と似合うね。中身が一緒だ、なるほどね。でもショートはしないよ自分の髪の毛をさショートにしたらもう何もさ何もできんくなるもんね。そう、ポニーテールもできんくなるし、ツインテールはまあせんかもしれんけどできんくなるし、それはちょっと寂しいじゃん。やっぱね、うん、ショートしたいときはこれをかぶろうショートしたいときはこれをかぶろう。妹が昔そんな感じやば、マジ。タランタランタンタランタラン、タラッタタタタ。そう、でもこれかぶっただけはもうね、玉ねぎにしか見えんかった玉ねぎじゃない、どう、玉ねぎ、玉ねぎ食べてくれますか？はーい玉ねぎ食べてくれますか？はーいって感じ。ドゥダドゥダドゥドゥダドゥヤン。眉毛さ、眉毛の存在感イケてる。ヤオーヤホーヤホーヤホークエスチョンクエスチョン、イエーイ、ミュウミュウになれたかもしれんやった、オーディションの時のあーちゃんにも見える。こんばんは、クエスチョン。あ、ズーミンだ、ズーミン。あ、そう、ここにちゃんと書いてるんですよ、5月19日ズーミンお誕生日おめでとう、ハッピーハッピーバースデーこれにこれをつけよう、じゃだんいいね。それでこれもつけようっと、じゃだん、前メガネの位置がじゃだん、お、いいね、いい感じ、いきます、ハッピーバー、違う、曲間違えた、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアズミー、イエーイ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ズミンお誕生日おめでとう、イエーイ。レアキャラバージョンでお届けしておりますありがとうございます。なんか細い髪の毛はいっきゃー、オッケー、イエーイ、おめでとう、なきさウケる、ウケるんやけども、ぴょん、また握手会で会いに来てくださいねイエーイ、ハピバハピバハピバパッパッパー、おめでとうございます。本当にありそうだよ、これはフォロワー増えるなイエーイ、おめでとう、ウケるイエーイしかもね、その飲み物もパリピなもの持ってきました、ダダーンこれは昨日パルトに買ってもらった哺乳瓶のねやつにカルピスソーダを入れてきました。そう、しかもね、仕掛けはこれだけではありません。3、2、1、ピヨーン。あんまりわかんねえ。嘘やろ。あんまりわかんねえ。マジか。ちょっと待って。一旦照明落とします。ダダーン。お、わかったわかった。じゃーん。こんな感じでね、そう、光るんですよ。光る哺乳瓶。
哺乳瓶。めっちゃ良くないこれ。じゃじゃーん。パリピパリピー。これを昨日パルトに買ってもらった。ありがとう。これ500円もするんだぞ。船のお水と一緒。イエーイ乾杯。乾杯。しかもね、光の種類がね、2種類あるよね。え、ちょっと待って。これ。テク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 。トン。トン。あれ？あ、これこのバージョンもある。トゥン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 って感じ。ほっ。まあ、光らせとこ。光らせとこ。照明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 。ダラーン。よし、こんな感じです。そう、500円よ。500円で光る哺乳瓶ゲット。中身はカルピスソーダ。うまし。うまぴ。あ、ズミハートありがとう。やったー、ハートありがとう。光る哺乳瓶よくない？哺乳瓶は持っとるんやけどね、光らんのよ。さすがに光らんやつしか持ってないけんね、嬉しいわ。光る哺乳瓶。600円のパフェあった。嘘。そんな、あ、パフェはそんぐらいか。まあ安いぐらい。パフェって800円ぐらいじゃなかったっけ。そんなせんか。やばい、自分の気が出てる。恥ずかしい。これ恥ずかしいな。よし。光る、あ、確かに500円の船の水も光ればいいのにね。下がいらんか。ペンライト忘れても大丈夫ですよって感じで光ればいい。まあ500円の下もいいよね。前髪登場、前髪が登場。あれちゃん出てた。スチューデンツ見てるよ、ありがとうございます。スチューデンツフォロワー減ったし。うっそ、なんでなんでな、逆やろ普通。緑川さん花束ありがとうございます。イエーイ。バラパフェ、うまそう。うま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 。トシア、これは後でトシアカンと甘栗会議、私のことで会議してくれるの。うれびー。カチカチバット光るしおいさ。いいね、目立っていいやん、目立っていいやん。塩レモン、塩ラーメン、ん？塩レモンラーメン？知らん。なんか塩分だらけやね。熱中症に良さそう。いや、間違えました。俺のあやにゃん。やっほー、こんにちは。こちらはミネオシアリサルームだやん。やっほー。うんうん。そや、目立ったもん勝ちやな。豆腐丸？キーホルダーゲット、豆腐丸誰。こんなパリピはすぐ会議だ。やった。福山駅でシティホテトモミジがって書いて、あ、あった、福山駅に。すごい発達してんな。プリンフラペ、どんな味ですか。甘い、絶対甘いよね、プリンフラペチーノ。もみじまんじゅう最近食べてないな。これからイベント、それでイベントできる。そんなん首やねえか。黒髪 ST より一人だけ金髪がおるぞーって。今日から首。こんにちは、みよひくんが壊れたかだ。いつも壊れとるがな。ダンダンカダンカダン。あいちゃんがあいちゃんじゃないみたいなんで、今日、私は私よ。
ソファンソファン、こんばんは。ミルクティーフラペチーノ、あーね、あるよね。ミルクティーフラペチーノもあるよね。ミルクティー嫌いだからね私ミルクティー嫌いなよね。でも黒髪はもうこれはしゃあないよ、ほんまにこれはもうしゃあないちょっとハゲてるんですけどね、しゃあないしゃあない。ラン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 宇宙人キャラで降りそう、なんかそういえばミルクティーそうミルクティー嫌いないよね。その角度かわいい、どういうことどの角度、もう忘れた忘れたわい。ハゲてる、やめて、ハゲてないよ。毛量いっぱい毛量いっぱい。影慣れ影慣れ影慣れっていう、影穴っていうね、こちらは。影慣れは初めて聞いたわキャリーパムパムムパムパム、合わせてパムパムムパムパム、トゥララルラララ。緊急発送アメグッズありがとうございますイエローキャップ様様、イエローキャップ様様、ありがとうございます。嬉しい。今日までだよね、大阪ポップアップ。イエーイ、なんかポップだねキャリーパムパムムパムパム、合わせてパムパムムパムパムムパムムペムペムキャリーパムパムムペムペム、合わせてパムパムムペムペム。パッキンバッ、んパッキン時代あったの、パッキントシヤさんがパッキン、タピオカミルクティー流行ってるよね。でもそうミルクティーあんまり好きじゃなんか言うやんミルクティーがあんまり好きじゃなくてね、黒糖のミルクティーだったらいけたんよね。そう普通のやつは無理やね、なんかね、なんか嫌いなんよね。ティーが嫌い、なんか紅茶が嫌いなんよね多分紅茶が嫌いなんよ。そう紅茶という大人っぽい飲み物がね嫌いなんよね。こんばんは。部屋は違う、誰の部屋行きたかったんやねん髪剃れたら似合いそう、ほんまにほんまにこんな明るい色にしたらもう驚かれるわね、道行く人に道行く人に驚かれる。お紅茶嫌いです、お紅茶黒髪しか経験してません、なぜなら人生の半分以上は坊主だから。そうなんそうなん、めっちゃ驚いてしまったそうなん、キャリーさん年末ツアー最終日見に、チャピチャピさん一体何者なんじゃすげえ。岩来たけど普通に似合ってるでしょ、でしょ、普通に違和感ないよね。これで明日からおはようございますって言っても違和感ないね。タンタカタンタカタカタンタンタカタンタタンタンタカタン、青に染める青ね、タンタカタンタカンタンタカン、はい、タンタカタンタカンタン、あれじゃあこの路線でうるす、どういうどういう路線なん教えてや、どういう路線、違和感しかない、そう違和感全然ないよ似合いすぎてもうやばい。タカタンタカタンタカタタンタンタカタン、もう慣れたでしょ、もう慣れたよ、出遅れたって思ったらなーにそれ
可愛いでしょ。もう歯磨き黒髪が私の髪の毛ね、これが。ピョン、隠して隠して隠して。まあ一度は憧れる時がそうよね、一度はショートにして金髪にして前髪を切ってそう、今のアリサには全然ない要素じゃん、全部ね、全部はそうない、全然ない要素やね。おお、昨日誕生日エリちゃんおめでとう、18歳、若い、おめでとう、18 18 18 18、花の18、おめでとう。専門学生いる、こういう、うっそ、めっちゃパリピやんめっちゃパリピやん。ピンクもあるんよピンクもあるんよね。金髪のメンバー一人で絶対さ、絶対やばいやつやん、絶対あれよね、もう一人グレキャラ一人グレてるキャラや。普段の前髪の長さ、普段はねこんぐらいよ、眉毛ぐらい、眉毛かちょっと目にかかってるぐらい、こんぐらい、ほんまにこんぐらい。でもこんぐらいがいいね、やっぱ作る、あれやね、多分こんぐらいの眉毛よりも長いぐらいにしといて、こうくるって巻いた瞬間こういう感じこんぐらいの長さにしとって、こうやってチュルンとさ、こうやってもくるんって巻いた瞬間、この眉毛の上ぐらいになるぐらいがちょうどいいね、ちょうどいいわいちょうどいいね。だってわからないんだもん、前髪ピョン、そのぐらいがちょうどいいね。いいじゃない、いいよねいいよね。夏花ちゃんイメチェンしたよ、イメチェン、じゃーん、イメチェン、ちゃちゃかちゃちゃかちゃ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 、コスプレするしか、コスプレ、じゃじゃーん、なんかね、ジジ系、ジジは猫か、キキちゃんキキちゃんみたいにした、ビャビャーン、紺のやつにリボン魔女の宅急便のキキちゃんみたいやない、普通に汗せてるおもろい、夏花ちゃんが汗せてる、うん、あ、姉ちゃんだ、やっぴー、すずねちゃん、お前ちゃんすこやった、嬉しい、うれぴー、お、ピザさん、ハット、Thank you、 緑川さん、かわいい、ありがとうございます、マジでキキちゃんみたい、嬉しい、これでほうき持っとったらほい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 って感じほうき持ってたら、それで空を飛んだらキキちゃんやで、何でも着こなせたでしょでしょでしょ、なんかね、意外とね、意外と似合うよ、何でも似合う私、あ、違う、何でも似合わん、今年のね、アーシャの髪型以外は何でも似合う、ほんまに今年のアーシャの髪型はほんまに似合ってない、マジで何があったんって感じ本当に何があったんって感じよね、うん、ほんまに急いだ、ほんまに急いでないよ、何焦ったお姉ちゃんかわいい、ほんまに染めたらやばい、中学校にも行けんくなるしSTO 当てた首やミノーサーリさん STO 当てた首ってなる、危ない危ない、せっかく俺だ、あのアーシャ好きだけど、嘘や、嘘つき、あ、それでやめてやめてもう悲しくなってくる、あのアーシャほんまに何があったんかね、私何があったんやと思う、それな、普通に、そう、普通にね、普
通にね、そう、あの時からあんまり痩せてもないしね。そう、あの時なんであんな顔丸いんやろ。まあ今も顔丸いけどなんであんな顔丸いんかね。そう、それで耳を隠してから、そう、耳を隠してこう、あの髪の毛下ろしたよね。後ろの髪の毛をこうやってストレートに、そこをね下ろしとるけ、まあ、小顔に見えるはずないよ普通に。こうやって耳にかけるよりかは、まあこう、ここのほっぺたを隠しとるけ、そう、顔、あの顔がね細く見えるはずないよね。なのに逆にそう、耳をこうで隠しとるけ、そう、顔ちっちゃく見えるはずなのに逆にでっかく見えてるってどういうこと、ほんまにどういうこと。絶対ね、そう、耳を隠すのは似合わんないよねそう、こんぐらいのショート、このぐらいの髪の毛が短かったら、まあ隠してもいいんだろうけどね。そう、こうやってからね、そう、耳を隠すのが似合わんないね。こうやってね、自分的にはこうやって耳をね出す方がね好きだよね。まあこれはちょっとやばいけどどんだけしゃべるんやねん。うん、なんでなんかね、ほんまに分からん、逆に分からんさなんか顔丸いし眩しくて目開いてないでしょ、最悪。あれの、あの髪型以外は何でも似合うお餅じゃないよ。なんでなんか、もう原因不明よ原因不明。絶対なんか絶対なんかね、ほっぺた追加されたんかもしれん最近の加工技術によってほっぺた追加されたんかもしれんなだって悪すぎじゃないしょうがない、やめてやめて、ほんまに。だってさあのバラ祭りあったじゃん。バラ祭りのメンバーこちらですってから6人写真があったじゃないですか。アリサが一番さ、そう、アリサが一番若いはずなのにさ、なんか一番おばさんに見えたよねあれは本気でびっくりしたよ。 1,2,3,4,5,6 ってから名前順に並んでたじゃん。そうそれでからなんかアリサが一番おばさんに見えたあの写真びっくりほんまに並べないでほしいわ。確かにそれなそれな、一番年上かなって感じ笑った。まあこの話は悲しくやなるのでやめましょうまあアーシャと実物を見たこのギャップがいいねって感じに今年はしていこう。あのアーシャを、あ、わかった、あのアーシャのおかげでこの1年は顔が細くなるかもしれん、顔が丸いからさあのアーシャのおかげでさ、そう、あ、自分こんなんなんやってなって、そう、細くなるかもしれんけ今年はそれに期待しよう、イエーイ。あのアーシャを見た瞬間、あのアーシャを見て実物を見た瞬間のこのギャップ萌えにね、今年は期待したいと思いますそれにしよう。そうだね、マギがいつもより強い感じ確かに、なんでかな実物を見る前に引くやめて悲しい、それは悲しいけど引かないで あ大人っぽい子なんかなって思うじゃん、一瞬ね、一瞬だけだ一瞬ね、その作戦でいきましょう。誰ですか、セジータくん、やっほー、やっほ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 い、福ちゃん推しのセジータくんやわあ、今日じゃない、アーシャね、アーシャの眉毛ね、あれだよ、あのアーシャがあれね、アーシャを撮った前の日に眉毛だよね、眉毛をね、ベリってから形綺麗にしたんよそう、
やっぱ1年間さ写真使うじゃん、その写真だから大切だからさ、そう眉毛がさ、そう形がさ揃ってなかったらさダメかなと思って、そう眉毛の形揃ってなかったらダメかなと思って、あの写真を撮る前にそうよ眉毛と整えに行ったのに、なんかお変な感じになってたそういい感じのはずなのになんか変な感じになってた、チェッカホちゃん金髪にしたらそんな感じ、カホちゃん確かに確かに、うん、トゥン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 トゥ、アーシャアーちゃん違うわい、アーシャーパルタ眉毛もう自分で丸めた、すげえ、アリサが眉毛自分でやったらなくなるよなくなってしまうよ、気合入ってる、そう整えたてだからさめっちゃ綺麗でしょ、めっちゃまっすぐって感じめっちゃそうめっちゃ平行眉毛なんだよね、前髪斜め分けもいいかも、斜め分け出てるんパッツン、こんぐらいパッツンがいいね、アリサはパッツン前髪好きなんやね、人のパッツン前髪好きだよ、そう、うん、エネオシでそうやね、でも来年は高校1年生だからね、そう来年は高校1年生だからこういう感じで前髪がねあるかもしれん、もしかしたら、握手券あったとにコッコちゃん外れたかな、ありゃまあ嬉しい、アリサ、アリサ当たった来てねパッツいいよね、パッツ前髪際立てていいですよね、パッツンどうせパッツンにしてもパッツンパッツンパッツン、どうせパッツンパッツンにしてもさ伸びるよ、それで伸びたらくるるんってまく練習をしたらいいんじゃないいいんじゃない、ひるつぐさんかわいい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、来年は高1だからゆめちゃんゆめちゃん、あの前髪にしてる人他に見たことある、どういうことどの前髪、バラマッチお疲れ様です、おありがとうございます、パワフルさが伝わった、やったやっぱね日頃スタジオメンバーに鍛えられてる成果を発揮したんじゃないかと思われます全力で基本写真写る良すぎ、誰が誰のこと言うとるん私アリさんめっちゃやばいよ、写真写りや写真写りやばすぎ、写真写り悪すぎよ、悪すぎ民族やけんね、ほんとにびっくりする、生写真も漏れとる、生写真はあんまりないし、漏れとる方がね奇跡よね奇跡やで、アーシャは漏れたことない、アーシャはサザエさんのやつはめっちゃ良かった、なんかそうなんかねアニメのようになんか光がホワーンってなっとって、そうサザエさんの足はほんまに最高最高よ、うんうんうん、タラララタタタタタタン、スタジオ大好き、スタジオ大好き、スタジオアリス高校生が好きだってまだ2ヶ月に人間がやそうか2ヶ月まだまだやなそんなことないよ、やったそしたらかわいいやろ、アリサにこれほんまかいな、ほんまかいね、漏れてなくてもかわいい、言い方やめて漏れてなくてもかわいい、やばいやろ、タル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 タンタタタン、おお黒だ
雪村さん、アリチョハンの方々応援ありがとうございます。ピョンズ、おー、ピョンズさん、ピョンズ、ピョンズの方なのですね、応援しております。ピョン様頑張れー、イエーイ。ペコちゃん、ペコちゃん、どういうこと私ペコちゃん、ちゃんちゃんちゃん、ペコちゃんちゃん、今日はアリピ、アリピ、さっき赤ちゃんみたいになれるシャメのやつやりました。あー、ケンケン似合いそうめっちゃ似合い。あれさ、なんであんな流行ったんかね。アリサも入れたよ。アリサはあのアプリ入れた。なん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 、ヒルハラでパリピ感アップするから来年はすごいはずヒルハラで、イエーイ。確かに雰囲気、そう、いい艶でしょ。だからここに天使の輪がついとるしいい艶でしょ。タラン、お、早速初見さんが1名ありがとうございます。ベースボールガール、おお、野球、ベースボールガール、ありがとうございます。 ST48 の広島県出身14歳のアリちゃんこと峰吉アリサです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。イエーイ、ベースボールガールさん、ありがとうございます。ルームフォローよろぴくー、よろぴくぴくぴくー。なんか流行っとるらしいよ、あのアプリ、なんだったっけなんていうやつか忘れたけど、そう、赤ちゃんフィルターがあるやつ流行ってるらしい天使の輪っかができるんよ、こういう風にピョヨヨヨン野球やって、そうなんや、すごいかっこいい。女になるやつやったんだけど、俺可愛かった、見たい見たみー、あゆみよりとくコンビー、みーちゃん、超久しぶりに配信来た、ありがとうございます。やっほい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 、早く8月ならんかない、それな、8月長いよね、もうまだまだ5月、8月早く8月ならんかな。あ、福ちゃんのツイッター見た見た見た、可愛かったねあれ、なんだったっけな、あれはね、トン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 、ね、スナップチャット、スナップチャットですね、スナップチャットスナップチャットっていう黄色に、黄色いやつに白いお化けみたいなやつがついてるやつスナップチャット、スナップチャットだよんあれもダメリエーズ、なるほどね、アリサは大人フェイスだからあまり似合わなかったうっそー、めっちゃ似合ったあの分めちゃくちゃ似合うよ、こっち。佐藤さん、バラありがとうございます。めちゃめちゃ元気ほんまに。握手何話そうかな、握手ね、握手はノリだよ、ノリ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 、ずっと見てたら金髪アリちゃんが好きになってしまう片思いの入り口、タッタッタラッタラッタッタラッタ、黄色いやつに、そう、白いお化けのやつ、よろしく。銀行のアプリぐらいしか出てない方銀行のアプリなんかあるん。今日のお出かけ中に友達が隣でずっとしてた、マジおもろい友達やん。峰吉くんが 100% 笑いやるそう。じゃあメールで送るね、メールで送るわい。発送完了しました、早くないイエローキャップさん仕事が早いわ、ありがとうございます。こんばんは東京、こんばんは東京、癖の強いありかっこしなそう、さすがももかちゃん、ブース入ったらあれどこどこあれどこどこ、ここだよ、見
つけたん。黒髪のアリちゃん物足りんくないやめて黒髪の私が本業ですから、これはイメチェンしたかっただけだよ物足りんくなる。スニーカーはあさって発送します。やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。イエイ8時までやりますよ、8時までやります。え、大西桃香さん広島いたんですか、なんじょや、なんでや。あ、今日は握手会じゃん広島で今日は AKB さんの全悪広島なんですよね確か。パンパパン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 笑いすぎだね笑った、それは笑った、善悪だよねイエーイ握手会、なるほどね、なるほど、知ってるよ、知ってる知ってるわい、善悪や。テンパーの滝さんかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。そうやね、このウィークどこへ忘れ、ネットなんかな、ネットで買ったんかもしれんネットで購入したかもしれん。パパ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 14歳の子の恋行くとか大丈夫だよ全然余裕で大丈夫よ、ももかちゃんマジ余裕マジで余裕やで。22歳なんか、ももかちゃん、こうこちゃんと同じ、こうこちゃんと同い年、すげえ、いいねヨピー。未来か、未来こうならさすがにさすがにやばいやろ。昨日アリちゃんセンターかっこよかった、ありがとう、見に行けなかったが、なんで知っとんやなんで知ってるんやねん。今日もあかりさんお昼ごろ、今日も来てたんですか、あかりさんお昼ごろ、行きたかったな、行きたかったな。最近手に入れたわけはない、そう、めっちゃ久しぶりに引っ張り出したやつそうよ、瀬戸りまとめられてた、昨日の、昨日のやつですか。いや昨日の瀬戸りほんまにね良いよね良くないめっちゃ、なんかいつもお決まりの6人バージョンの瀬戸りあるじゃん、なんか、ね、会いたかった始まって何回ね、会いたかったフラゲヘビロテ、あと何やるっけ、会いたかったフラゲヘビロテ瀬戸内の声とか、まあお決まりのやつあるじゃないですか、いつも出てこんけどさ、出てこないけどさ、ねえお決まりのやつがあるんですけど、それに続いて暗闇とかもやったし、昨日は風を待つもやったし、なんじゃ、暗闇をやったし風を待つもやったし、夢力、夢力や、夢力いつもやらんよね、そうなのにやったんよ。JFE はあービンゴやりましたね、ビンゴビンゴ、あなたへ、定番のやつ何かいね、定番、定番のやつっていつも何するっけ、もう忘れちゃったよ定番定番、目力やって風を待つやったんですよ、暗闇と風を待つを6人バージョンでやるのは久しぶりでしたね、お久しぶりでした。セトリめっちゃ良かった、それのフラゲが良かったんじゃね、フラゲなんでやねんいつもやってるやんフラゲは、暗闇はいつ聞いても泣けるんだ、ほんまにめっちゃ頑張ったんだけど見てくれた、夜よ僕七時にするな綺麗ことではおいここめっちゃハゲとるあそこめっちゃ頑張ったよね、見てくれましたか、あのこっちのお
客さんから見たらこちら右一番右の端っこで頑張ったよね。綺麗事では終わりたくないだからめっちゃ力入れたよねあそこは。どうだった見てほしかったよねあそこは。センターポジよかったやったそうヘビロテじゃない、あヘビロテだ、ヘビロテでセンター嬉しい。あれはねめちゃめちゃ嬉い、あれはもっとね鍛えていきます。そうヘビーローテーションててててててて一人で踊るところ、あそこはね見どころだよね。陸上公園じゃなくて戦場公園ゴゴリバではそうミウミウがセンターをやってるのでね、それに負けないようにと思ってやっておりました。うん、鍛えていってくれ、鍛えます。緊張はするよもちろん靴飛んでいかんかなと思っておりました。終わりたくない、ちょっと重かった、やっと綺麗事では終わりたくないよかった、表現力、表現力、最近表現力ね研究しよるけ、めっちゃ表情を取り戻すために今表情2個しかないけねそう表情を取り戻すためにね今研究しようよね緊張した、嘘やないよ。今日みゆみゆキレキレだった、いつもよ。みゆみゆ様のキレがね、何キレがあのなくなることはないですよ、本当にほんまにほんまに。みゆみゆがねキレのあるダンスを、ね、手を抜くことは、ね、ないですからね、ほんま尊敬したいたしますよね。この玉ねぎの髪の毛して尊敬してるんですよこれでも。タラララキレキレだよ。緊張しないなと思ってやめてやばいよ、めっちゃ緊張したあのね喋るところがあったら緊張するMC が MC だから喋るところがあったら緊張する。だって忘れたらやばくない？MC でさ喋るところ忘れたらさ、てん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 ってなるじゃんそれでさはけた後にさ、あそこ喋る人誰って言うからさ責められたら怖くないだけど喋るとこあったら緊張するめっちゃタン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  MC やったよでもそうアリサのお決まりゼリフはあの夢力センターやった後にそう福山バラ祭りお越しいただきありがとうございましたっていうやつで以上。そうあれだけだったからね、よかったよかった。あとはフリートークのとこあったからよかった。フリートークは大丈夫、フリートークは大丈夫パルトとかもコウコちゃんとかみーちゃんもおったしね、任せればだいいじゃんいいやん。そう台本でからさ、あのあれあれの苦手、何暗闇瀬戸内の声風を待つなんとかなんとかなんとか6曲続けて聴いていただきましたみたいなあれが出てこんのよね、なんかなかなか曲が始まったらさ、あ次はこの曲ってからさノリでから立ち位置につけるんだけど、そういざ MC でから最初から言えってなったらなんか出てこなくなるそうあれが難しい。陸上公演とかあったじゃん、STU 三条から始まる三条ブロックっていうんですけど、 STU 三条何思い出せてよかった、 STU 48ペダルなんとかなんとかなんとか6曲続けて聴いていただきましたの、あそこがほんまに出てこないよ曲の名前があれ苦手、うん、あれあそこ言う人になったらね、そうもう手にかかんにゃいけん手に曲名を書いとかにゃいけん、ほんまにあれはねあれはね難しい、みんな出てこいよね、それな、あそこはね当たったらねアウトよ、アウト。3曲ぐらいだったらいけるよ別に3曲しかないのに忘れたらやばくない、6曲か7曲ぐらい続かっ
続いたらね、ちょっとね言うの難しいよね言うの難しい。正直よろしい、ありがとうございますありがとうございます。え、緊張してるよ、緊張してる、めっちゃわからん、マジでね、緊張でも緊張はね、あの現れん方がいいもんね、顔とかに緊張やばいよほんまにめっちゃ緊張してるでいい。アリちゃん冬の3曲、そう3曲まで3曲まで、ほんまにほんまに、こんばんはこんばんは散歩歩いたら、あ、そう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 、そうなんよ、それ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 、感じるんだで前に出て、あ、そう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 あれでしょ、会いたかった、そう会いたかったね、普通にあの練習とかリハーサルとかの時はそう普通にいつも通りステージ上にずっとおる方式でね練習してたんですよ、会いたかった、いつも通り。そうなんですけど、あの急遽ね本番のね前になって、エンジンとかするときに急遽あの階段、ステージのところに階段があって、お客さんがおるじゃん、そのところまで降りれるけ、そう会いたかったの時に一段もいいけ降りれる人は降りてってなったんですよ。まあ降りる人とか決めといてって言われて、えっどうするってなって、誰降りる誰降りるってなって、そう、それでさ、なんかさ、いちいちさ、決めるのはめんどくさいねってなって多分そんな感じになったよね、話的に。そう、そんな感じになったね。そう、じゃあ午後リバのね、午後リバのネズミさん方式でもう感じろってなってそう、その場の雰囲気で感じようってなって、そう降りる人は3人までっていうことだけ決めといて、そう誰かステージ上に残っとくってなって、全員で降りたらステージが寂しいことになるじゃんだけど全員降りずに、そう3人までってなって、感じろってなって、そう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 、誰でもよかったんよ、ノリノリノリだから降りた私降りたそう、もう空気を感じて空気を感じてねってなって、そうよ、ネズミさんよ、それがネズミさんやからそう感じたんよ、感じた、私が一番に降りたと思う、なんかちょうどね、ちょうど前列におったんよ、さあの三でからちょうど前列のところにおったけ、なんか降りてしまった楽しそうだったから降りちゃった。それでからさ、戻る時がわからんくてさそういつのタイミングで戻るんかが全然わからんくてからさ、ほんまに間に合わんところだったよね。次の ST48 だったんですけど、次の曲がその ST48 の最初の位置につかに行けんのよ、そうほんまに危ないところだった。そうなんかね、いつの間にかね、アリサ以外の2人はもういつの間にか上がっとったよね。それでからなんか気づいたら1人だけになっとってからね、早く上がってって言われてからめっちゃ焦ったよね、あれは戻るの感じるの忘れとった危ない危ないほんまに、でも間に合ったから大丈夫、全然間に合ったそう、全然間に合ったあいたかった感じる力ないすいませんでした、だって楽しかったんだもんだってライブ中に下に降りてからさ、そう歩いたら楽しくない、めっちゃ。だってさ、ステージ上にずっとおったら距離がありすぎるやん、なんかそうめっちゃ距離があるけさ、下に降りるのは楽しいよね楽しかったわい。じゃーん、デレレレレレレボンボンボン、デレレレレレレホイ、タカタンタカタンタンタカタン、楽しかったわ。パン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 、楽しかった。
かったら問題ない、イエーイですよね。 I want to, I want to, I need to, I need to, I love you。 お、サイモンさん、クマありがとう、ありがとうございます。サイモンさん、いっせーのでドーン、クマありがとうございます。クマ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 ありがとう、見たかったサポさん、ふくちゃん、ふくちゃんがどうしたんですか、ふくちゃん、さすがパリピです、ありがとうございます、ありがとうございます。鳥のキャラクター、これねこれ何のキャラクターでもないんですけどね、可愛くて買ったんよ、喋るんだよ、あれでで喋る鶏ですババーン。そう、メンバーでね、コッコちゃんっていうね、コケコッコのコッコちゃんがいるんですけど、そのコッコちゃんって呼んでますコーコパイセン、爆笑なんかもう慣れたよね、これ、なんかもう慣れたよね、これ首絞めしたらコーコケコケコーコケって言うんですよなんかもう慣れちゃったよ。トントロラントントラララン。キュウリの一本漬け2本食べたよ、マジ？アリさんは1本食べたよ。キュウリほんまに美味しいよね。屋台で食べるけん美味しいよね、あれ。スーパーとかで普通に買った方が安いんですけど。屋台で食べるから美味しいんだよ、あれ。花と並びが良い、ほんまに。イェーイ。見せてありがとう。すごい爆笑した、やった、嬉しい。あれちゃん、福ちゃんは娘になるのだ、嘘言ってた、福ちゃん嬉しい。そう、福ちゃん いつも言ってくれる、なんか妹にしたいとか娘にしたいいつも変わる、いつも変わるよ。そう、妹にするんか娘にするんか子供にするんかいつも変わるけど、そういうこと言ってくれるんです、イエーイ。福ちゃんはほんまにね、ほんまにね、すごいと思いますよ、ほんまに。福ちゃんはゴゴリバ公園にはね、欠かせないね、もう一番欠かせないね、人物だと私は思っております福ちゃんがおるけ、ほんまにあのゴゴリバ公園ね、盛り上がるんですよ、ほんとに、ほんまにほんまにわかる、もう一回見た方はね、わかるよね。そう、はい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 って出てくるんですよあれほんまに福ちゃんしかできんけえな、ほんまに福ちゃんマジ最高はいはいはい、皆さんも声出してますか、もう声出したりてませんかみたいなあれはもう爆笑爆笑。ダランダランダランダン、ふくちゃんが会いたい会いたいってずっと言ってます、嘘、嬉しいだってね、そう、ふくちゃん、あの26日私ね、あの個人的なやつなんですけど、26日がそう船初日となっておりまして、そう、ふくちゃんに会えると思ったんですよ、26日やっとって思ったら違いました26日ふくちゃんおらんわ、そう、福ちゃんおりまへんわ26日、福ちゃんのアンダーが出るから、うーチーンアリサの初日は福ちゃんいません、寂しい、うんうん、野菜はトマトが好き、あ、トマトが好きなん、え、キュウリの一本漬けの味めっちゃあるよ、ほんまにめっちゃね、味濃いよ、味めっちゃつけてくれてる。ここメールで来た、キュウリ持ったアリちゃん可愛かった、嘘、キュウリ持ってるとか写真撮ったっけ嘘、ほんまに、うん、送ってくれよほうこちゃん送ってくれよ、ほんまに、私もアリちゃん会いたい嬉しいよ、赤ちゃん、アリちゃん会いたい、妹欲しい、ほんまに言ってる、ほんまに言ってます、エスティアアリちゃん押しすぎ問題、それな、おい、にやけるよね、にやけにやけてしまうわい、押しすぎ問題、
嬉しい。でもさ、口だけで言っとるかもしれない、ほんまにほんまにほんま思ってないかもしれんじゃん。でも福ちゃんとあーちゃんはもう心の底から思ってくれとるよね本当に嬉しい、嬉しいよ嬉しいで、コウコちゃんのねコウコちゃんのねお姉さまもね、そうアリサ推しでから本当に嬉しいんですそうコウコちゃんがアリサの、ね、写真をいっぱい送るらしいよ、お姉ちゃんにそう、そのねやり取りを見たコウコちゃんと、そうコッコちゃん姉ちゃんのやり取りのね LINE を見てからめっちゃ面白かった嬉しい嬉しい。赤リンゴのメンタルすごいよね、赤リンゴね、赤リンゴかわいいよね、福ちゃんほんまに顔がね小さい、福ちゃんそこまあみんな小さいけどね。ね、26日福ちゃんおらんのよ。アリサは船酔い専門よ。いやてかあんまりさ、そのまだ船にあんまり乗ってないかわからんなんですけど、多分戦闘も三半規が強いからね。え、26日福ちゃんおらんなんですよ、悲しい。26日申し込めばよかった。まだ大丈夫さ、まだそう公演は続くからさ。味あるしひんやりして美味しい、それな、それな。福ちゃんの恵みの人が見れんのは、そうよね、そうよ。福ちゃんの代わりに誰がやるかお楽しみにお楽しみに。カッパだったらカッパだ、カッパかもしれん。思ってほんまにほんまにそれは風に好きやだよね、だよね。だってさ、みんなから言われるからさ、一瞬さ、一瞬疑うよね、ほんまに思ってるってそう、みんな言ってくれるからね、嬉しい嬉しいよね。やっぱあーちゃんが一番言ってくれるやでもあーちゃんにね、そうまだ誕生日を迎えたあーちゃんにねまだ会ってないんですよね。だからねほんまにまだ渡せてないよね。あーちゃんとプレゼントね用意してるんだよ。あーちゃんと、かのんちゃんとかほちゃんが同じじゃないですか。で6月はこうこちゃんもおるから、そうそうそうプレゼント用意してるんだよ、本当によろしくねっていうのは言ったらダメだよ内緒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 。あーちゃんとかのんちゃんとかほちゃんが6月でしょ、でこうこちゃんが16日。あ、6月ってかのんちゃんとかほちゃんとこうこちゃんだけだ、こうこちゃんだけだもうそれはもちろんプレゼント買えますよ、いつもお世話になってほんまに可愛がってくれておりますから、誰目線誰やねほんまに、すいません、調子に乗りました一瞬調子に乗りましたかのんちゃんのタンプレ、かのんちゃんなんでしょう、タランタランタラッタラッタラン。アリサの妹かはすごいですよ、どういうことほんまに嬉しい、みんなガチだよ本当に、やったねやったね。かほちゃん、かほちゃんもそう、かほちゃんはそう親子で親じゃんけんユニットで親組んでからさ、そうお母さん風になってるけど、かほちゃんはあれだよ、あんまりお母さん感はないよね、なんかそうどっちかというと同い年ぐらいよほんまにかほちゃんはそう、かほちゃんはあんまり大人って感じじゃないもう語彙力がなさすぎて伝わらんのよねほんまに。そうかほちゃんはそうお母さんっていうよりかはどっちかというともう同い年やない同い年やろね、アリサと親子なのに同い年よほんまにそりゃそうだですよね、アリサのお母さんには見えんやろ、母ちゃん全
あ、そうそう、身長ももう、あ、同い年ぐらいだし、そう、身長も同い年ぐらいだし、何で性格よね、性格とあの喋り方とかおちゃんの、そう、やっぱ同い年ぐらいにしか見えんわい。メンバーが思う妹にしたらランキング1位、ほんまに峰吉ありさ、イエーイやったー、嬉しい、ほんまに。ふふ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 ふパララン。だってさ、みんなさ、子供で子供っぽい人があんまおらんくない？あ、おるかおるわおるわ。あゆみとまりな想像しようた、すまん。だってあゆみとまりな全然さ、もう大人っぽいよね。中身を、性格を知ったらさ、全然大人じゃないけどさそう、あゆみ、そうそう、あゆみね、見た目はね、もう大人やね、ほんまに。だってあゆみ高一？高一だよ、今全然見えんよね全然見えん。でも中身を知ったらもう小6ですかって感じほんまに。だってね、そう、あゆみとのエピソードはほんまにね、いっぱいありすぎてそう、毎日のレッスンでからね、あゆみとハプニングが起こる系で、ね、エピソードありすぎるよほんまに。あのここにね、あのレッスンの時ってさ、あの熱くなるかもしれんじゃん、途中で踊りよったらそう、あの船のね、公演の練習とかしよったら熱くなるかもしれんけーと思って、ここにね、ゴムを1個つけてったんですよ、髪の毛結べる用の。そう、熱くなったらポニーテールじょーと思ってここにゴムをつけていったんですよね。そしたらあゆみが見つけてからはぁってなって、なんじゃと思ったんですよね。そしたらね、ゴムをね、こうやってから引っ張ってくるんですよ。もうこれ貸してーってから、なんで、もうやばい、これはありさがポニーテールするやつって言ったらそしたらお願い貸してって言ったらね、その貸してって言ってる手にあゆみもゴムがついてたんよそう、あの何わかる、貸して貸してっていうあゆみの手にもゴムがついてたんよ。だからゴム持っとるじゃんって言ったんですよね。そしたらね、違う、2個いるのって言ってからなんで1位でツインテールせなきゃいけないやろってもう1個しかないやけ、ポニーテールでいいやんって言ったら、もう違う、ツインテールする、もうわけわからんくないほんまに。アリサのさ、ゴムを取ってあげてさ、ツインテールすることなくないですか、ほんまに。これはもう議論だよ、討論討論もうおもろすぎる、ほんまに謎よね、ほんまに自分、あゆみが1個持ってるよ、自分の手に1個ついとるよ。だけさ、もうポニーテールすればいいやん普通に。アリサも1個あるから、アリサも熱くなったらポニーテールするって感じで、もう仲良くしたらいいじゃんのなのに、いちいちね、いちいちゴムを取ってくるんですよ。でもその時はいつもあゆみに負けるんですけど、その時は勝った、イエーイその時は勝ったよ。そう、もうめっちゃお相撲さんみたいなことしたほんまに、取り合い取り合い、ゴムの取り合いめっちゃおもろかった、ほんまに。そう、あのカホちゃんとね、ダンスの先生と、そう、マネージャーさんが見てたんですけどねみんなに笑われちゃっためっちゃ面白かった。いつも負けるよ、いつも負ける。だってあゆみね、ああ見えてから結構ねパワフルやけね結構パワフルやけ、ほんまに。だってゴムね渡したらね、ほんま帰ってこんけ、マジあゆみにゴムを渡したらね、帰ってきませんからね、ほんま守り抜かんにいけんのよゴム1本でも、そう、ゴム1本でもダメよ守り抜かんといけんのよね、ほんまにその時は勝ったけ、よかった、勝利イエーイ。ほんとそういうとこあるけど、ほんとよくわからんよね思わん、めっちゃよくわからん。あゆみは、あゆみはね全然読めん、ほんまに性格は。でね、その時ね、あゆみはね、あ、そう、レッスンの時はね、すっぴんで来るんですよ、すっぴんすっぴんあゆまんで来るんよね。それだけ、写真を撮れんのよ、写真撮ろうって言ってもね、今日はダメって言うんですよ。でもあゆみの携帯だったらいいんよあゆみの携帯で撮るのはいいんよね。
それだけあゆみと聞いてリップシュ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 プシャーって写真を撮ってたんですよ。そうあゆみの携帯でね撮ってたんですよ。それでかほちゃんが写真撮ろうって言ったから、そう、まあ、アリサはさ、アリサが写真撮ろうって言ったらさダメって言われるかもしれんけど、かほちゃんだったらまあ撮るんかなと思ってあの見てたんですよね。そしたらかほちゃんが写真撮ろうって言ってからこうやってやったらね、何撮ってるのかほちゃん今写真撮ってるでしょ、早くアルバム見せてって言ってからね、ポン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 ってもう撮ってないってばってかほちゃん言うよね。もう今絶対撮ってるでしょ、絶対アルバムに撮ったでしょ、もう早く消して、もうお願い消してって言ってからめっちゃ焦るんよね、めっちゃ面白い。あったりそうだって謎じゃない、自分の携帯で自分の携帯で撮るのに人の携帯だったらダメなんですよ、めっちゃ怒るやんと思ってほんまに面白いほんまにずっと笑ったろ、ほんまあゆみがおったらずっと笑ったろマジ激おこや、ほんとに。え、あゆみ目かわいいよ、めっちゃ普通に。すっぴんと、すっぴんと変わらんてか、あんまり。ヒューパン。やばいやばいやばい、ピンが。おかしい。あどうなっとるんこれ。なんかおかしくなってきた。ああ。おかしくなった。めっちゃブサイクじゃんけ一瞬一瞬タイム、このピンが外れたタイムタイム、こりゃやべえ、こうやって止めて止め直してこれで隠そうびっくりびっくり、はいはいはい、オッケーオッケー、こうしよう、よし戻った、よいしょ、ここでちゃんと止めて隠して、あ、いいね、戻った戻った、オッケー戻った、よかったよかった危ない危ないパリピー、なんかもう見慣れてきたね、ほんまになんか見慣れてきてしまった、持ち直した持ち直したぜ、わあ隠さないと、オッケーさっきよりも嘘やん、全然目立って全然目立ってない、オッケーオッケー、うん、あリプ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 、ほんまや、そリプ返し、リプ返しをしよう、リプ返し今日もしてないやんっていつも言われるから、メモ係さんにそう、アリンコメールなんか書いてくれましたか皆さん、ちょっと見てみようと見てたら元気になるわ、ほんまに嬉しい嬉しい、リプ返しショールームリプ返しツイッターでできんじゃん、返せるんじゃん、ショールームで読むことを言います言います、なにこれ待って、イエー、キャリーパムパムさんの写真が載ってる私との比較めっちゃおもろくない、全然似てない、全然違うやんてかびっくりするやけども、チャピチャピさんロビーの、え、キャリーさんのツアーのロビーの等身大のやつだって、すげー、金髪美少女ですって、ジャンカーありがとうございます、おもろい、ぴょん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 、バブコッコの写真ありがとう、アリコッコ推しの3人のうちの1人、そうよ、あずきちゃんがそうよ、3人のうちの1人よ、もちろん似てる、嘘似てる、うん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 、あっコッコさんの写真ありがとう、アリちゃん最高です、アリコッコ大好き、イエーイ、そう、アリココ、アリココ推しの方がね、増加中よ、今増加中なんです、アリココ推しの方が、本当にありがとうございますアリココ族、ココちゃん推しの方、アリココよろしくお願いします、イエーイ、嬉しい、アリココ推しとか最高やんけ最高やんけ
裂けるチーズが伸びるチーズだとは知らんかったって。裂けるチーズすごいよねほんまに。3倍ウケるそうよ、ももかちゃんだったよもちろんももかちゃんとあずきちゃんと、あずきちゃん、あずきさんと、あとねちゃん、ちゃんさんっていう3人が今とりあえずありこっこ推しよありこっこ推しの3人。もっと増えたらいいぞ、いいぞよな。アリミチが好き、嬉しい。あやさん、アリミチュー、アリミチュそう、でもアリミチはね、そうほんまにレアやけんね。そうミチのアンダーだからね、アリさ、アリミチがね、あの16人公演で見れることがね、ほとんどね、ほとんどないんですよね。だからレアだよ、レアコンビもっといなかった、もっとおるんかな、隠れとんかもしれん隠れとるんかもしれん、バレてしまうバレとるがな。たくさん見る、ありがとう、ありこっこたくさんで幸せでした、イエーイ。癖の強いありこっこ推しナイス、褒められるめっちゃ褒めとる、バリ褒めとるよバリ褒めとうよ、イエーイ。癖の強いオタク推しめっちゃおもろいんやけども、隠れファン、隠れファンかもしれんねそう、ありみちはスタジオ公演で見れますスタジオ公演やりたいね、ほんまにほんまに再会願っておる。スタジオ公演の再会どうかよろしくお願いしますって感じみちのポジションできるってすごいの、本当に本当に嬉しい頑張るぞよ、頑張るぞよ。そう、あのゴゴリバ、今回のゴゴリバ公演でね、みちさまはそう大活躍ポジションでございますのでそう大活躍ポジションなのでね、そこの位置を引き継げるよう頑張ります、精一杯頑張ります、よろしくお願いします。ハチの巣ダンスやりたーいやりたい、でもやってなさすぎてさやってなさすぎてもう忘れとるかもしれない。うざ踊れるかな、うざちょ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 うざ楽しいよね、ほんまにうざ大好き。サイモンさん、バラありがとう、ありがとうございます。 AKB 劇場での愛ちゃんも素晴らしかった、嬉しい、ありがとうございますあのポジションなかなかえぐいそれなオープニングダンス、ゴゴリバ、ゴゴリバのオープニングダンスめっちゃ好きよ、ほんまに好き、あれほんまにあれ大好き。でもね、あれでさ、あれなんか首をねめっちゃ使うんですけど、こうやってブンブンって首を2回回したり、ほう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 とりあえず首をこうやったりこうやったりブンブンって回したりねするところが多くてですね、ほんまに首筋肉痛だったけどね一時もうなったもう首回せる、ブンブン振り回せる、首の筋肉が強くなったほんまに首をさ、あんなにさ首が飛んできそうなぐらい回すことってないじゃんそれだけ本気で、マジで本気でやったらね、もうすぐ首が筋肉痛になってから本当にびっくりしたよね、もう治ったよスタジオメンバー、野蛮な共演は惚れた、ほんまに。でもね、あ、野蛮な共演ほんまに苦手なんやねあれあれむずすぎんか、ほんまに野蛮な共演はほんまもっととっくにしとかんにゃけんわ、あれは。そう、アリサだけもまだダメダメやわ、うん、まだまだ完璧マスクマンの癖の強いアリコッコ推しだよ、ほんまにやばいやつ知ってるよ、超絶いい性格の方いい性格のももかちゃん、スタジオのオープニングのダンスは圧巻ね、あれは楽しいあれは楽しいね。スタジオもっとやりたいことがいっぱいあるんだよね、本当にもっと追加してスタジオだけで2時間公演とかやりたい、ほんま余裕よ女
余裕だよね、スタジオだけで2時間公演とか。スタジオ面ガチすぎだから。ありがとうございます。ありがとうございます。私が言っていいんかな。ありがとうございます。うん、タランタンタタン、ミネオシカのパフォーマンス好き、ほんまに、イエーイ。挨拶センターやばん、嘘やん、口説かせてくれ、セクシーにやらなきゃ。セクシーセクシー誰だ、ノノ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 クミアウト、なんか気になるまなざしパンチ、スタジオ6時間長長すぎる。ゴブリボコの最後のダンスパートなかなかやばいね。なかなかやばい、あれ楽しいよ、めっちゃあれほんまにね楽しいよ。最後の方にあるダンスナンバーはそうミチュがねほんまに何メインとなっておりまして、本当にミチュ様がねメインだよね。スポットライトを一人で浴びてから踊るとこがあるんよね。あそこは注目ポイント、注目ポイント。最初のゴゴリバのオープニングのやつはそう何ミチュとカノンちゃんのソロがあったり、そうミュウミュウが一人でソロやったり、そう見どころたくさんないよ。フロアなんていう床、地面ダンスしたり、何語彙力がなさすぎても地面でダンスしたりするとこがあって、もう見どころはいっぱいあるんですけど、そう、あ後半の方のダンス曲はもうミチュに注目って感じ。アリミチュミー推しとしてはいろいろ気持ちが大変。アリミチュミー嬉しい。ミチュ以外の大ポジションとか、そっか、そうまだ行ってないです。まだ内緒テレテロパタロ、逆に地面じゃないダンス。あ、リブ編まだ終わってない。やるぞよ。今留学、あ、そうなん、モネちゃんどこおるん今。帰ったら放課後で会えちゃうしなり、やったー、嬉しい。26日来てよー、来てよー。あ、ゆきゆきちゃんこれ見た、めっちゃ嬉しかった。今日のポリテめっちゃ可愛い、三脚センター大抜擢お疲れさん、ありがとうございます。そう、鳥、あ、広島のお好み焼き屋さん連れて帰る。見た、去年行ったバラ、あ、去年のバラ園だったんやこれ、咲いてない方がめっちゃお前や、去年行ったバラ園めっちゃ可愛い、てかゆきゆきちゃんが可愛すぎて。ゆきゆきちゃんがめっちゃ可愛かった。そこ見たよ、見てめっちゃ可愛い、ほんまに後ろ姿のゆきゆきちゃんに惚れたよ。あ、関東なんやこれ、関東のバラ園めっちゃ綺麗やんけ。ポニテのポニテ好評、嬉しいです。巻き巻きポニテいいよね。巻き巻きポニテいいよね。暑くないから外でのイベントにはね、ぴったりって感じ。ぴったりだよ。あやさんがさ食べてたアンツのソフトクリームめっちゃ美味しそう、行きたかったわ。アンツのところソフトクリーム、あー、これも見た、あずきちゃんのさ、まさに今日という経験が一つとされて身になるといいですねっていう。ハッシュタグ黙れ親父ギャグめっちゃウケたよこれ、めっちゃおもろいやんと思って。今日の髪型最高に好きです、ありがとうございます。姉ちゃん嬉しい、ほんまプリテ好評。嬉しい。あとね、アリコッコ推しのねチャンさん、マジでアリコッコしか勝たんって、グーかわいあって。めっちゃウケた、ほんまにありがとうございます、ありがとうございます。クリちゃんの見たよ、もちろん。
ほとんどセンターにてめちゃくちゃ輝いてた。一人だけ汗びっしょりでそれだけ頑張ってた。ありがとうございます。俺をめちゃくちゃ楽しくてもう最高だった。ありがとうございます本当に。そう、なんであんなアリサだけ汗かいとったんかね。なんでみんな汗かいてた。みんなさすがやね、さすがすごいよね、ほんまにアイドルは顔には汗かかんって言うよね。アリサはダメや、めっちゃ顔びっしゃこ。お風呂入ったんですかって感じ。笑った。でもあれレッスンの時からないよね、なんか知らんけど。レッスンの時から一人だけ汗かいてる、本当に恥ずかしいわ。恥ずかしい。一人だけサウナ行ったんかなって感じ。めっちゃ汗だ。なんでなんでな。見えた、そんな遠くからでも分かるぐらい汗かいてた。そんな恥ずかしいわ。だってさ、アリサはさ、前髪がさ、その前髪上げてるからさ、汗かいたらさ前髪が濡れるじゃん。前髪濡れとったらさ、あ汗かいてるってなるじゃないですか。でも前髪上げとってさ分からんのにさ汗かいてるって分かるのすごいよね。めっちゃすごくない。めっちゃすごいやん。見てる方は盛り上がった。いいよ。おお、嬉しい嬉しい嬉しい。え、でもスタジオは、スタジオメンバーはほんまにやばいですよ。ゆうちゃんとみゆみゆが、ね、結構やばい。ゆらちゃんとみゆみゆはめっちゃやばい。めっちゃ汗かくよ。めっちゃ、そう、アリサ以上に。アリサ以上に顔から汗かくから。でもいいよね、頑張ってんなって感じ。いっぱい踊ってんなって感じ。いいんやない。でもね、マリナは、そう、マリナは顔にかかんタイプやけんね。そう、メイクが全然崩れんのよね。それも羨ましいけどね。それも羨ましいけどね。そう、まあ結論はスタジオ公演やりたいなって感じ。結論それに行き立つ。代謝がいい。あ、なるほどね、代謝がいい証拠。嬉しい。リブ編。そう、待って、リブ編まだ終わってない。ティガー、でんね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 んてってってってららららららてんらら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 。リブ編をしております。アリミチュミバラ祭りは浮気をどうぞ。はい、すいません。めっちゃ面白い。あー、金髪アリサ好きだ。あれや、ナータンのやつ、ナータンのやつや、徳井さんの好きだー。ウレピーピッピピッピピッピッピーピッ。あ、佐藤さんのやつにも笑った。めっちゃ葵ちゃん、葵ちゃん、葵ちゃんもさ NN ラップやってるってやつめっちゃ笑った。スタジオ公演、アイちゃんが気になる存在になった。え、あ、スタジオ公演で、ね、嬉しい。ほんまにですか。ティガーどこや。ローズコンガンバ、おー、ヒロタンタン、ありがとうございます。ローズコンガンバ。ティガーどこや。どこや。優しい愛ちゃんおったとき嬉しい。何歳ですか。りょうさん14です。中3です。そう、見てるよ、毎日見てる。ほんまにほんまに毎日見てるので、よかったら皆さんよろしくお願いします。たくさんウィークできないのか。そうだよ。こんな感じ。こんばんは。お、いずみちゃん、ただいま、おかえり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 。え、ティガーどこ、どこだどこだどこだ。全然見つけれてない人です。うん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 。もう中学生だよ。返信ちょこちょこするようになった。ありがとう、ゆきちゃん。いつも見るよ、毎日全部見ます。待ってね。
行ってきたのどこどこだ。呼ばれたぜほんまに一番上にある嘘タラン、タラン、タラン、タン、タン、どこ今一番上なう。おースランプさんこんばんは、いつも元気な配信のパワーもらってます、ありがとう。アリコック配信やりたいよねほんまに、近々。正直者はウィンクで気ならし、ほんまにみんなウィンクで切るやん、正直じゃないってこと。嘘つきみんな嘘つきやんけ。今来ました広重さん、ヤッホー、ありがとう、ありがとう。握手会楽しみすぎてモチベがそれしかないから、違う、ありがとうございます。髪色おそろじゃ、ほんまよ、泉ちゃんとおそろや、可愛いやろ。どうだったゴゴリバー、これでかゴゴリはどうやった。モバメ、モバメぜひとも登録してください、うさぴょん、嬉しい。え、更新しない人は出てくれる、嘘、これいいぞ。トゥイガー、トシヤさんだった、トシヤさん、トシヤさんのありがとうございます。アリトロやん、アリトロ、ダラン。え、出てこんでいい、出てこない、なんでや、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。あとで登録するね、やったありがとう。今からリブ書いたから遅いかな、全然読みますで全然読みますよ。12,500人、おお、ありがとうございます。アリトロも、アリトロもレア、アリトロ、アリトロ、おしめん尊いってなった、おお、よかった。あーちゃん、あーちゃんマジで神よね、あーちゃんのあのセクシーなあの、あの曲、あの曲がいいよね。 I see sweet by way。 おっと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 、一応待って、え、どこにある、ほんまにほんまに出てこないけど、あやさん、ワリビアイツが配信だからリブヘイしてくれてます、リブヘイやってます、アリミーツ大好き、やったー、嬉しい。ネギトロやめてよ。あ、晩ご飯にするね、ありがとう、あやさん、ありがとうございました。他の人のアリコッコーションツイート見て笑ってる、笑ってる、めっちゃめっちゃ面白いもん。この配信見に来れてよかった、ありがとう、ゆきゆきちゃん、マジとか分かってるやろ、やろ。あそこほんまにもう神よね、あーちゃんの、あーちゃんの一人オンパレードって感じ、マジかっこいいイケメンすぎるよね、あそこ。あ、モネちゃんも更新してくれてる、歌山選手権で声に惚れて時間すごい経っちゃったけど日本帰ったら本格的に押す、ありがとうございます。あ、関東なんや、船当たったら飛んできます、モネちゃんありがとうございます、イエーイ、嬉しい。アメグビがすごい、あれ、あのアリちゃんの写真好きすぎる、ほんまに、イエーイイエーイイエーイ、嬉しい。いつもあげる忘れたんかい、おもろい。